マクシミリアン・フランツ・フォン・エスター・ライヒ。1756年12月8日から1801年7月26日は、新生ローマ皇帝フランツ一世と、オーストリア大公、マリア・テレジアの逸ツケルン大司教選帝公。全米は、マクシミリアン・フランツ・クサーバ、ヨーゼフ・ヨハン・アントン・デ・パウラ・ベンツェル。1756年12月8日、マクシミリアン・フランツは、 マリア・テレジアとフランツ一世の間に第16子としてウィーンに生まれた。聖職者としての道を歩み、1780年におじ、カール・アレクサンダーの後を継いでドイツ騎士団総長に、1784年4月15日、28歳の時にはケルン大司主教となった。また選定権を行使した最後のケルン大司主教であった。そして、1785年には、 ボンアカデミーを大学の地位に昇格させている。マクシミリアン・フランツは1770年代にザルツブルクを訪問した際、モーツァルトの祝祭劇、羊飼いの王様を鑑賞し、その際にモーツァルトのピアノ演奏を聴いていた。それ以降1781年に再開し、選定校就任の1年後にはモーツァルトを学長の地位につかせようとしている。結局これは失敗したが、 このこともあってか、その後に、ベートーベンのボンでの最大の講演者となっている。1788年には、ボンに国民劇場を創設し、ヨーゼフ・ライハを劇場の監督として任命した。この劇場では、ドイツ演劇、オペラを上演し、さらに、サリエリやチマローザのオペラ、モーツァルトのフィガロの結婚や、ドンジョバンニなどを上演した。 1790年のクリスマスには、イギリスに行く途中で当時絶頂期だったハイドンと、工業シュザーロモンがボンに立ち寄り、フランツは彼らを丁重に歓迎している。1789年に始まったフランス革命の際、フランツは惨事を免れるために、中立の立場を取っていたが、1792年10月にマインツが陥落したため、その後急いでミュンスターに移った。 その地に1793年4月まで泊まり、最終的に1794年10月にはボムを離れた。1801年7月26日、フランツはウィーンで死去した。遺骨はウィーンカップツイーナー教会の皇帝のお骨書に収められている。マクシミリアン・フランツの性格について、あるイギリス人の訪問者が1780年代に、 次のように述べている。のんびりとして、温厚で、物草で、人懐っこい男大変陽気で愛想がよく穏やかで、感じがよく、人生すべてを夫人たちと一緒に過ごすことに費やし、それが、政務日課書より好きな男。また、マクシミリアン・フランツは、太っちょのマクシーというあだ名を庶民につけられていた。ありがとうございます。